東京マラソン2024年3月3日東京都庁を東京駅前の42195キロパリゴリン代表の男子3枠目をかけたマラソングランドチャンピオンシップ MGC ファイナルチャレンジ最終戦として行われた前世界記録保持者のエリュド・キプチョゲケニアらは10キロ28分29秒というハイペースで通過 キプチョゲは20キロ手前で先頭集団から遅れる大波乱の展開となった。また、19キロ過ぎには日本勢のトップ集団で木村晋、本田らラ数選手が転倒するアクシデントがあった。下向き黒三角パリゴリン代表選考枠は3。男子は MGC で優勝の小山直上、本田2位の赤崎暁、九電光。 が代表に決定。東京で2時間5分50秒以内の日本人最上位選手が3枠目に、タイム突破者がいない場合は MGC3 位の大迫優ナイキが代表になる。